メロコーデでニノが登場したんで、ということはアイドルタイムミチルコーデを使えばミチルが来るんじゃないかというわけで、今回はこのコーデでいくよ。秘密のアイドルタイムミチルコーデ、一緒に遊ぼう。さあ来るかな。あれミチルじゃなくてゆいちゃんが来たよ。というわけで今回はゆいと遊ぶけど、もうアイドルタイムじゃん。このゲーム4人中3人がプリパラのキャラクターなんだけど、読み込めるよ。やばいね。一緒に遊ぶゲームを選んでね。じゃあ今回はゆいちゃんと遊ぼっか。せっかくだしね、遊ぶ格好を選んでね。今回私がミチルのコーデを着てるので、ミチルの格好を踊ります。スターライトハートビート、2人で一緒に盛り上がろう。夢川のステージ。ねえねえ、ゆいちゃんの秘密教えて。あ、そうなんだ。好きなピザのトッピングはお米。お休みの日はお米の PR カット。やばいね、お米尽くしだね。ゆいちゃんはお米アイドル。いやーマジで超可愛いな。夢川の世界。いやーマジさ、可愛すぎるな、ほんとな。超バズってる、髪型めっちゃ似てる。ではでは第2回戦いきます。やっぱりね、ここはねゆうちゃんの曲でいこうかな。ちょっと悩んだんだよね。めっちゃ可愛いな、ほんとな。うわうわう、一緒に楽しく遊ぼうね。ねえねえ、ゆいちゃんの秘密もっと教えて。あ、そうなんだ。血液型は AB 型だったんだ。知らなかった。へえー、ラーラは O 型だから真逆なんだね。そう、このポーズめっちゃ好き。ここのダンスめっちゃ好き。わーうわーう、いいな、マジ超かわいいよな。なんかアイドルタイムの曲でしかさ撮れない写真とかも多いからさ、マジで超回りたくなっちゃう。じゃあ3曲目はこの曲、ゴーゴープリパライフアイドルタイムプリパラバージョン。2人で一緒に盛り上がろう。ねえねえ、ゆいちゃんの気持ちもっともっと教えて。性格は元気？そうなんだ。私も元気なんだ。一緒だね。プリパラ CO。 あ、プリパラ CO なんだ。ことはいそうじゃないんだ。わーすごい。いいねいいね、ゴーゴープリパライフで歌詞が変わるのすごいいいね。ゴーゴープリパライフ、ゴーゴープリパライフ、2人で一緒に盛り上がろう。ラストだよ。ねえねえ、ゆいの気持ちもっと教えて。ペットを飼うならユニコーン。そうなんだ。私はウサギかな。いいね、夢があっていいね。その夢叶うかな。でもさ、ユニコーンってさ、いつかユニコーンになりそうだよね。進化しそうだもんね。やばいな、夢が叶うかもしれない。そしてアイドルタイムプリパラのこのパシャリングなんですが、やっぱりね、アイドルタイム要素もあったりとかもするし、新しい要素が追加されたりとかもしてるね。でもやっぱり最後は歯が痛いポーズ。秘密の交換だ。いやー良かったですね、最高ですね。引き出しをタッチしてマズパワーをゲットしよう。マジで超最高だわ、楽しいわ。ゆいちゃん一緒に遊んでくれてありがとう。そう、ゆいちゃんに関してはね、第3弾後半でも新しいコーデが登場するんでね、なかなかに楽しみだよね。秘密を教えてね。私の秘密、タッチして秘密を選んでね。好きな髪型か。あ、そうなんだ。ゆいはピンケール、そうだよね。三つ編み、リオちゃん三つ編みしたことないでしょ。私の秘密は、好きな髪型はやっぱりピンケールかな。秘密だよ。
かり秘密だよ。表では三つ編みって言ってるのかもしれないね。でもやっぱり秘密だからね。内心はツインテールが好きなんだ。マイケルパーツゲットだよ。やったー、マイケルパーツゲットしたー。